それでは通告順に従って一般質問に移ります。まずはそれに先立ち、震災後限られた医療資源の中で献身的に医療現場で働いてくださっているいわき市内の医療関係者の方に心から感謝と崇敬の気持ちをお伝えしたいと思います。私の母はかつて長期間いわき共立病院に入院しお世話になりました。私自身かつての共立病院には愛着がありますし、老朽化した病院施設の機能更新に賛成の立場であります。大きな一つ目の質問は医療問題についてです。市立いわき総合共立病院が平成28年度をめどに建て替え予定と伺っております。これに伴って現病院建物が解体撤去されることになりますが、その解体時期を伺います。共立病院事務局長。新病院建設にかかる工事期間中におきましては、現在の診療軌道を切れ目なく継続させることとしております。このため既存施設につきましては先行して解体することが可能な一部の施設を除き、中央病棟や外来棟などの主要な施設について平成28年度内の本体完成後順次解体工事に着手する予定としており、最終的な完了には数年程度要するものと見込んでおります。議長。吉田幹人君。はい。現在の病院建物は今年度に決算確定ベースで3億2300万円を投じて耐震化工事が完了しております。新病院は平成28年度をめどに建て替えされると伺っておりますので、仮に平成29年に現在の建物は役割を終えて取り壊されるとすると、耐震化工事に投じられた3億円余りは純粋にこの5年間分だけのための支出になります。国・県の負担分が大きいからといって、つまるところ我々の国民の税金から支出されることには変わりはなく、復旧復興の名のもとに新病院建設との重複投資が行われることに違和感を感じる市民は多いと思います。単にもったいないというだけではなくて、地方自治法第2条第14項には地方公共団体はその事務を処理するにあたっては最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないと規定されており、当該支出の費用対効果について疑問を禁じ得ません。次に10月議会での質疑で、私は効果的な医師確保の実施により市としていつまでに何人確保したいのかと、その目標を伺いました。厚生労働省の調査によれば、本市の人口10万人あたりの医療施設従事者数は160人であり、全国平均219人、県平均183人を大きく下回る状況です。なお、東京都は285人、京都府は286人と比べて、ざっくり言って、いわき市は約半分の水準ということになります。いずれにせよ、仮に全国平均219人といわき市との乖離幅59人を埋めるためには、絶対数で200人近くの医師がいわき市内で不足している状況にあります。昨今、病院が混雑しており、待ち時間が長いように感じられているのは、そういった雰囲気だけでなく、医師数というボトルネックにより、医療サービスの量が限定されているという事実があります。また、10月議会で私は、医師不足解消のため、市の取り組みを質疑させていただきました。それに対していただいた回答は、医療の確保については、国が基本的な方針を定め、県が医療計画を定めるため、一自治体のみで対応することは困難なため、国、県と緊密な連携を図っていくというものでした。しかしながら、
全国自治体病院開設者協議会会員施設の必要求人数調査によれば、原因に加えてさらに必要な求人数は、福島県は原因100人に対し34名が不足となっています。さらに医師臨床マッチング協議会の資料によりますと、今年度の福島県立医科大学附属病院の研修医マッチ件数が12人にとどまり、41人定員の3割にも満たない充足率になっております。これらを踏まえると、県にも十分な医師を派遣できる余裕はなく、国や県に医師招聘を依存するだけでは、残念ながら医師数充足への道のりは難しく、やはり市独自の医師招聘の活動が中心にならざるを得ません。またかつての医局制度が崩壊した今、研修医や指導医が勤務先を自由意思で選択できるようになった結果、上からの命令や指令で医師を配置することが現実的でなくなってきております。仮にそうしたとしても、医師の自発的なキャリアプランに沿ったものでなくては、所詮短期的なものであって長くは続かないものです。医局制度が崩壊した今、一言で言えば、医師にとって勤務地として魅力的か、勤務先として魅力的な病院であるかどうかが肝となるのは自明であります。これまで勤務医不足に対してさまざまな施策が打たれてきました。いわき出身の医大進学者に対する奨学金制度、勤務医サーチ担当者の配置、大学への寄付口座、東北大学大学院との連携や大学院との提携口座等、これまでさまざまな施策がなされてきましたが、それら施策実施の結果として、お手元の資料をご覧ください。医師数の、ものがあります。共立病院に所属の医師数でございます。平成17年度には共立病院に141名、所属していた医師が、現在は嘱託も含めて約110名と約30名減少になっております。野中育次郎が編んだ失敗の本質には、戦略の失敗は戦術で補えないという言葉があります。戦略とは、いかに目標達成につながる勝利を選ぶかと考えることであり、いくら施策戦術に工夫を凝らしても、ゴールに直接つながらないということであります。いろいろな方にヒアリングをすると、さまざまな手は打ってきたものの、現状の枠組みでは考えられる手は出し尽くした感があるそうです。新病院建設が切り札だとの見方もありますが、知人の医師らに聞きますと、医師が次の病院に魅力を感じて転職する決め手となるのは、医師としてどのような技術的なスキルアップができるか、また研究等に対するフレキシブルな支援、医師に対する感謝の伝え方などだと言います。そこには、職場施設のピカピカ度というのは最上には入ってこないわけです。もちろん病院設備が新しいことに越したことはありませんが、新しいものも時が経てば古くなります。新病院建設によって医師が集まると考えるのは、あまりにも無邪気です。楽観的と言わざるを得ません。再度の野中育次郎の失敗の本質からの引用で恐縮ですが、日本人には一つの正論からその場のムードを染め上げてしまい、厳しい現実に直面すると目を背け、こうであってほしいという希望的観測に心理依存する傾向があるとのことです。まさに医師招聘の手が出し尽くされ、
新病院建設に心理依存したいというのはこれに重なって見えます。先日開催された地域医療再生フォーラムにおいて、青森県八戸市立市民病院救命センターの今昭秀医師にお話を伺う機会がありました。八戸市は新幹線もない田舎、近くに医科大学もありません。そんな悪条件の中で、今年度の八戸市立市民病院卒後臨床研修プログラムで研修医のフルマッチを達成し、平成21年度には病院機能評価の救急医療機能分野で4項目中 3項目に評点5、国内で最高点を獲得したそうです。いわき市よりも市の人口が10万人少ないにもかかわらず、救命救急医17名を要し、共立病院の救命救急医4名体制からすると羨ましい限りであります。今医師曰く、医師不足は地方ということが原因ではないと断言されています。曰く、まず日本の唯一頂点先駆者としての病院の実績を残し、それを商品として精力的に臨床現場から今医師自らが広報し、学生や研修医が読む雑誌への多数の論文投稿と、研修医向けの救急講習会の全国展開等により、病院自体の魅力度を上げる努力を継続的に行っているそうです。いわき市では、救急は医師にとってはつらい、病院にとっては儲からないと、患者にとっては搬送に時間がかかると、三重苦の悪循環に陥っています。そのソリューションの一つが八戸市の取り組みにあるのではないでしょうか。また共立病院は医療診療マッチング協議会の資料によれば、今年度の研修医の募集定員14名のうち7人のみのマッチ、充足率は 50% で全国平均を大きく下回っております。過去においては平成27年23年度が2人で充足率 14%、 平成24年度が4人で充足率 29% となっております。一方、本県の南相馬市立総合病院は今年度において研修医募集のフルマッチを達成し、常勤医師数においても震災後に激減してしまった医師数が現在では震災前の水準を上回る人数の医師が勤務しており、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いです。どうして新幹線はない、東京から来るには福島市まで新幹線で来て、そこから車で1時間半もかかるような不便な場所で、かつ福島第一原発からわずか20数キロメートル先に位置するような非常に不利な条件にもかかわらず、医師招聘ができたのでしょうか。南相馬市立総合病院は積極的に東京大学や関東の私立大学、そして優良経営で有名な亀田総合病院との人的なネットワークをフルに生かしています。そして謙虚に医師派遣等の支援を受け、現在では互いにウィンウィンの関係を構築しています。この医師の中には、震災後獨協大学准教授の職を辞して自ら飛び込んだ小高正明医師や、積極的に南相馬市民向けの放射線知識習得の講習会を開催し、ネットで大量の医療関連の情報発信をしている東京大学の坪倉正治医師が含まれます。小高医師の著書、原発に一番近い病院から引用させていただきますと、南相馬市立総合病院では楽しめる医療を学ぶことができ、そして社会を良くしていくことの
醍醐味を感じることができることが魅力だそうです。余談ですが、彼らの活動が周辺に影響を与え、直接間接的なバックアップにより県立相馬高校から12年ぶりの東京大学合格者を輩出したと聞いております。このような南相馬での取り組みを他山の石としてもよいのではないでしょうか。謙虚に石昌平に成功している先駆者たちの知恵に学ぶことがあってもよいのではないでしょうか。また前市長の時代から国の医療機関としてのナショナルセンター誘致活動が進んでいると伺っております。一方、報道によれば1979年の琉球大学を最後に30年間以上もなかった医学部新設が認められるようです。安倍晋三首相が宮城県自治の要請を受け、復興支援のために東北地方に医学部を新設するよう下村博文文部科学省に検討を指示したとのこと。まだ確定はしていないようですが、その筆頭候補が仙台市の仙台厚生病院です。なぜ仙台厚生病院なのか、一言で言えば自治体首長の熱い思い、病院経営者の地域医療にかける情熱と、そしてこれまで病院経営で優良な財政状態を作り上げてきたという3点であります。仙台厚生病院は現在病床数は386床、医師数は95名の中規模病院ですが、かつては破産の危機に瀕していたこともあったそうです。根黒康一郎氏が理事長に就任してからは、総価的、総花的な総合病院から脱却し、循環器、呼吸器、消化器の診療を専門とする紹介型、急性期型病院に転換することによって、経営の改善に成功したそうです。誰もが認める東北のトップである東北大学病院と通りを隔てて向かいに立地するにもかかわらず、驚くことにこの3分野に関しては東北大学病院をもしのぐほどの患者数とのことです。狭心症や心筋梗塞の手術件数では東北地方の病院として最多の最も多いもののうちの一つだそうです。医学部新設を進める理由は東北地方の医師不足の現状からです。理事長はこう言っているそうです。東日本大震災前からの医師数が絶対的に不足しています。それが震災後さらに深刻になりました。福島の原発事故の影響で働き盛りの若い医師たちが自分の子どもの健康も考えて福島だけでなく東北を後にしています。何としてでも医師の数を増やさなければ東北の復興はありません。それ以前に医療過疎の状況を直さなければ郷土の発展もありません。私も全く同感であります。昨年2月東北3県沿岸部の16自治体の市長全員が一致して東北での医学部新設を政府に要望しました。現在、医師不足の病院勤務医は、泊まり明けも夕方まで勤務して、自宅に戻ってもオンコールという緊急呼び出しを受けるのが当然の仕組みになっているそうです。また、緊急呼び出しにいつでも備えておかなければならず、呼び出しを受けたらすぐに病院に駆けつけることになっているので、病院の近くに住むのが通例になっているそうです。医師数が十分でなく、交代要員がいなければ、休日も緊張感を強いられ、真面目な医師ほど気の休まる間もない過酷な労働環境になってしまいます。度を超えると、自らの健康を害するか、もしくは適当に手を抜くということになりかねないわけです。しかしながら、少なくとも同じ部局に3人の医師がいれば、それぞれ役割分担し支え合うことができます。すなわち3日に1回は完全休業できますし、定期的な医学学会に参加し研鑽を積むことができます。
仙台厚生病院ではこれを忠実に実行しているそうです。先輩たちがそのような仕組みで働き、自分の専門性を高めながら医療に従事し、また等級を使って仙台市内に立派な家を建て、子どもたちに高水準の教育を受けさせ定住する姿を見て、後輩も仙台厚生病院に入ろうとする動機づけになるそうです。そしてそんな雰囲気に惹かれて、アメリカから沖縄まで全国から医師に感じた医師が集まっているそうです。ただ新しく医学部を作るのには、大学と大学病院、そして巨額のお金が必要です。そこで仙台厚生病院は病院自体をある大学に寄付した上で大学附属病院とし、座学を大学の教室で行い、医学部設置に必要な校舎だけを作ることにしたそうです。それでも校舎や実習施設などの医学部本体を作り、教授等を招聘するのに約200億円が必要とのこと。まずは準備資金の多くを経営実態が優良な仙台厚生病院の内部留保から拠出すると伝えられています。この事例から言えることは、今回の医学部新設申請はポットでの思いつきでたまたまできたものではなくって、自治体首長の熱い思いと地域医療の充実にかける病院経営者の思い、そしてそれを支える優良な病院経営があったという前提だったということです。そこで伺います。清水市長は医学部を含む医療従事者養成機関を何としてもいわきに誘致するという自治体首長として熱い思いをお持ちかどうか伺います。答弁の前に傍聴人に申し上げます。携帯電話の持ち込みは禁止となっておりますので注意をいたします。市長。ふるさといわきの力強い復興と再生を果たすためには、医療の充実は極めて重要でありますことから、医療分野における課題、すなわち医師や看護師などの確保および救急医療体制の強化に向けて積極的に取り組む必要があると考えております。本市に医療従事者養成機関が設置された場合は、就学機会の拡充、人材育成、さらには地域経済に貢献することとなる一方、相当数の指導教員を含めた専門スタッフを確保するなどの課題もあると認識しております。このことから今後必要に応じて市内外の関係機関等と協議を行うなど検討を進めてまいりたいと考えております。以上。吉田幹人君。はい。共立病院の経営状態を過去10年間のいわき市病院事業会計決算書をすべて当たってみました。こちらになります。お手元の資料にご覧ください。これによりますと、医療収益から医療費用を差し引いた、いわゆる純粋な医療行為の結果である医療純損益ベースで申し上げますと、平成15年度が 14.5 億円の赤字、平成16年度が 15.6 億円の赤字、17年度が14億円の赤字、18年度が 18.5 億円の赤字、19年度が 26.9 億円の赤字、20年度が 28.6 億円の赤字、平成21年度が 27.7 億円の赤字、22年度が19億円の赤字、23年が 19.4 億円の赤字、24年度が 5.4 億円の赤字、そして平成25年度が当初予算ベースで申し上げますと14億円の赤字となっており、平成16年度から直近までの10年間の累積赤字が約ざっくり言って200億円になります。これはちょうど新病院建設コストに匹敵する金額であります。10年間の赤字で病院建設一つ分の金額であります。
なぜこれまで見過ごされてきたのでしょうか。その理由は、開示されてきた病院事業会計には、毎年10億円を超える一般会計からの繰り入れ、いわゆる赤字補填がされていたためで、この原資は国民の血税です。このような巨額な出血が続いた要因は、限られた医療資源を政策医療に投入してきたということにつきます。これまで定増的な人口増、税収増が見込まれてた時代においては許容されてきましたが、今後人口減少、国の厳しい歳出予算を鑑みれば、既存の一般会計からの繰り入れ補填は持続的でない仕組みであることは明らかです。10年後の市の財政を考えれば、赤字補填に頼らない病院経営が必要であります。先日の病院経営者が集まる会で、総務省の準公営企業室の方とお話しする機会がありました。総務省準公営企業室は、地方交付税交付金を通じて、自治体病院経営を支援する部署であります。いわく、国の歳出予算状況が逼迫していることを引き合いに出され、地域医療の質はもちろんだが、病院の採算を取っていくことを持続可能性の観点から真剣に考えてほしいと話しておられました。雑把な言い方をすれば、建て替える新病院は今後40年間使う予定ですが、税金からの補填に頼らずにきちんと採算を考えていかなくてはならないということであります。新病院の在り方として、市民はたとえ赤字であっても政策医療を求めるのか、そしてそれが持続的に提供しうるのかどうかを広く市民を交えた公開の場で議論し、市民との合意形成を図るべきと考えますが、ご所見をお伺いします。教室病院事務局長。政策的医療につきましては、各種法律または社会的要素を背景に行政の関与が要請される医療分野とされており、平成24年3月に策定した新病院基本構想の中で、感染症、結核、移植及び精神の各医療分野について位置づけられたものであります。これらの分野はいずれも現在当院で取り組んでいる医療分野であり、市民各界各層で構成する基本構想づくり懇談会において、市内及び浜通り地区の医療提供の実情などを踏まえ、新病院完成後も引き続き担うべき医療分野とされたものであります。以上。吉田美人君。はい。共立病院は数え方にもよりますが、いただいた資料によりますと、全部で32の診療科があります。そのうち所属医師が0の科が6科、1人医師体制の科が7科あります。その結果、共立病院表玄関の設置看板によれば、新規外来を受け付けない等の診療対象や時間に制限のあるかは11の課となっています。言うなれば、標榜している課の約3分の1が肩肺状態のわけで、市民にとって質量ともに満足できる医療サービスが提供されているとは言えないと思います。仙台厚生病院の事例でも紹介させていただきました通り、診療科を絞ることにより医師のローテーションと医療の質を充実させた事例がございます。医師にとって学会出席等の研究時間が取りやすくなるだけでなく、患者にとっても夜勤明けで疲れ切った医師に診療してもらうより、体力、気力、知力が充実した医師に診療していただいた方が良いのは明らかです。なお、認証指標による大学病院の医療の質、安全、患者満足度に関する調査という資料によれば、大学病院における薬の誤投与率、誤った投与率は
100件中 2.3 件、輸液の誤注入率、誤った注入率は100人中 1.4 件という調査結果が出ています。このように人が携わる行為に完璧はないわけですが、医師の一人一人の忙しさの軽減はこのような事故率の低減にも大きく関わってくると思います。共立病院は平成28年度建て替え予定ですが、数年後の平成30年度に近隣の福島労災病院の建て替え計画があるやに伺っております。医療サービスの量が拡大することは市民にとって朗報ではありますが、内科や外科等の機関となる診療科はともかく、重複する多数の診療科がお隣の病院に存在することは市民にとってメリットを感じにくいと思います。逆に複数の医師がいずれかの病院に集中して所属していれば、市民にとって待ち時間の短縮、診療時間の拡大、複数医師による診療等多くのメリットがあります。いわき市新病院基本構想においても、いわき医療圏における各医療機関の役割分担を目指すことが明確に謳われております。そこでは市民アンケートで新病院に求めるものは、高い専門性、そして高度医療、緊急医療、この3つの回答が多かったと伺っております。そこで福島労災病院と重複している診療科の統合の可能性についてご所見を伺います。共立病院事務局長。独立行政法人労働者健康福祉機構福島労災病院と病院とは、これまでそれぞれが培ってきた病院独自の特色を生かしながら連携を図っているところであります。平成23年度は延べ631件、24年度は延べ796件、25年度は10月末時点で延べ468件に上る患者さんの紹介、逆紹介を行っております。新病院における医療機能を発揮するためには、診療機能に応じて地域の医療機関と患者さんの紹介、逆紹介を行うなど、一定の役割分担を行っていくことが重要でありますことから、今後も引き続きこうした関係の構築に努めてまいりたいと考えております。以上。吉田幹人君。はい、ぜひ連携等を強めていただきたいと思います。現在東北大学、それと福島医大との人的なコネクションは、平病院事業管理者がご担当、病院内の医療行為全体は日渡市病院長という役割と伺っております。病院事業管理者におかれましては、東北大および福島医大の両方で教鞭を取ってこられた経験、そして研究実績、人的ネットワーク等をお持ちで、病院長におかれましては東北大学で要職をお務めになる等の実績は申し分なく、まさに余人をもって変えがたい方々とご推察いたします。しかしながら、仙台のご自宅から週に3回出張ベースで出勤される82歳の病院管理者に医師招聘もやっていただき、かつ全体の病院経営戦略策定実行までご担当いただくのは、どう考えても無理があることは明白です。まずは民間病院で採算管理や経営戦略策定実行の経験を持つ専門家チームを上級職として登用し、病院事業管理者の専属スタッフとして配置し、機動的な経営の舵取りを行うべきと考えます。本来的には共立病院を市のがんじがらめの予算制度の呪縛から解き放ってあげて、官僚的でない機動的かつ効果的な質の高い地域医療を実現できる病院経営をすべきであります。いわき市新病院建設にかかる基本構想づくり懇談会の提言書において、
経営形態を考えるにあたっては、新病院が地域において必要な医療を安定的かつ持続的に提供することができること、また、さまざまな環境の変化に機動性を持って対応でき、経営基盤の健全性と安定性の確保が期待できることを前提として、最適な手法を見出していくべきとされています。そしてその経営形態として、民間譲渡、独立行政法人、指定管理者制度、地方公営企業法の全部適用、一部適用の5つが提示されています。そこで、新病院建て替え時期を迎えた今こそ、新病院の在り方として、どのような経営形態が市民が求める医療サービスの質・量にふさわしいか、そしてそれが持続的に継続できるのか否かを広く市民も交えた公開の場で市民との合意形成を図るべきと考えますが、ご所見をお伺いします。共立病院事務局長。共立病院の経営形態につきましては、当面、病院事業管理者の下、地方公営企業法の全部適用を維持し、さらなる経営改善を進めながら、新病院建設に取り組むこととしたところであり、新病院建設後の経営状況等を的確に見極めた上で、見直しの前提となる環境条件や必要性の有無等について判断してまいりたいと考えております。以上。吉田幹人君。はい。市民病院の経営の結果はすべて納税者に跳ね返ってまいります。ですから市民病院は市民による市民のための病院でなくてはなりません。再度市民との合意形成の場を設けることを強く要望します。現在見込まれる新病院の本体工事費は約227億円程度と伺っております。これから地域医療再生基金の補助金73億円を差し引くと、差額153億円がいわき市の予算から支出予定なのだと試算できます。しかしながら、現病院を運営しながらの同敷地内での新病院の新築工事には相当の困難が予想され、入院患者への防音対策や近隣対策費、追加の土地取得費用等を含めれば予定金額に収まらない恐れがあります。追加費用が多大となるようであれば、これまで説明されてきた現行建て替え計画の前提条件が崩壊し、残念ですが計画を一旦リセットせざるを得ないかもしれません。そこで本体工事費227億円を除いて、追加で最大いくらの支出を見込んでいるか伺います。共立病院事務局長。新病院建設の概算事業費につきましては、諸条件の確定によって変動することとしておりましたが、基本計画の中で一定の試算を行い、造成工事費や進入路整備等の不確定な事業費を除き約227億円としたところであります。しかしながら、その後の変動要因として診療機能のさらなる充実に向けた施設構成の調整を行ったほか、消費税率アップへの対応、さらには特に被災地において深刻な状況となっている資材不足や建設作業員の不足への対応が必要となっている状況から、コスト削減の努力をしておりますものの、事業費の増額は避けられないものと考えております。以上。吉田幹人君。はい。平成24年3月の新病院の計画の提言書からすでに1年9ヶ月が経過をしており、この段階で工事金額を市民に伝えないというのは非常に疑問に思います。早期の見込み金額の開示を求めます。現在の病院の外来用の駐車場は556台と伺っております。工事期間中には新病院予定建設用地や工事資材置き場、工事車両の通行・駐車に相当程度既存の外来用駐車場が占有されてしまいます。工事期間は
2年にわたって長期間になるため外来用駐車場が十分に使えないということは外来患者の深刻な通院危機となることが予想されます。工事期間中に外来用駐車場が何台確保できるのか伺います。共立病院事務局長。現時点で工事期間中の外来用駐車場駐車台数について定量的にお答えすることは困難でありますが、工事期間中は現在の駐車スペースが大きく低減することとなりますことから、可能な限り駐車スペースが確保できるよう現在施工区域の調整や職員駐車場の活用方法をはじめ敷地外の臨時駐車場確保に向けた関係者との調整、さらには診療予約時間の平準化等の対応策について総合的に検討を行っているところであります。以上。吉田幹人君。はい。通院患者は趣味やレジャー、暇に任せて通院しているわけではなく、生命の危機や運動能力の回復という深刻な状況を回復するためにすがる思いで通院するのであります。建て替え計画は数年前からあるわけで、その通院患者に対し通院できるかどうかは工事をやってみなければ分かりませんという回答はあまりに冷酷であります。市民の方々から補助金がつくからという理由だけで市民不在のままこのままなし崩し的に建て替え工事を進めるのは、かつて補助金紐付きで箱物を作って今年度にのしかかってくる重い固定費負担に苦しむ先例と同じではないかとの声も聞こえております。現在の外来用駐車場556台から激減すると伺っておりますが、最大いくつ減るのでしょうか。工事期間中に確保できる駐車台数を早急に市民に公開することを要望して次の質問に移ります。ナショナルセンターや医大、医療従事者養成機関をいわきに誘致するという動きがあります。その際には新病院の隣接地が効果的という意見が聞かれますが、ナショナルセンターや医大、医療従事者養成機関をいわきに誘致する場合、新病院敷地内にこのような施設を追加的に建設できる敷地の余裕があるのか伺います。共立病院事務局長。新病院の敷地内にはこれまでにないバスの乗り入れが可能な歩車分離型の通路や収容台数の大きい駐車場を整備するほか、防災スペースとして活用できる植樹帯や医師住宅、院内保育所など職員福利厚生施設等を整備することとしております。議員お触れの実施施設につきましては詳細は明らかではありませんが、一般的には相当な面積を要すると考えられますことから、敷地内に当該施設の整備スペースを確保することは困難であるものと考えております。長。吉田幹人君。はい。いわき市の公有財産調書によれば、いわき市かなりにあるいわきかなり公園の敷地65ヘクタールを、平上荒川にある21世紀の森の敷地29ヘクタールを、いずれもいわき市が保有しています。また現在中央台高区の仮設住宅のように供されている敷地10ヘクタールはいわき市土地開発公社が所有しております。それに比べて現病院の敷地面積は7ヘクタールとそれらの数分の1の規模であり狭小であります。いわき市新病院基本構想において新病院建設用地の検討がなされ、新病院建設にかかる基本構想づくり懇談会による提言があり、また病院内部で新病院建設検討委員会、また新病院建設作業部会でさらなる検討がなされたと伺っております。しかしながらその検討の経過や検討内容はクローズの場であり、全く一般市民の知り得るところではありません。そこで広く市民のための病院ということを鑑みれば、駐車場確保や敷地の拡張性の点で公開の有識者会議を設け、広く市民の意見を聴取した上で建て替え場所に関する市民との合意形成を図るべきではないかと考えますが、ご所見を伺います。共立病院事務局長。
議員ご指摘のとおり、新病院建設の検討を始めるにあたりましては、はじめに取り組み方針を定め、構想策定に必要な市民の合意形成を目指して検討に取り組んできた経過があります。具体的には、一つとして懇談会の設置や市民意識調査およびパブリックコメントの実施など、幅広い市民の皆様の意見を反映させるための市民参加の視点、二つとして地域医療機関と共立病院との連携を軸とした連携の視点、三つとして懇談会の公開や検討資料の公表など、広く情報の発信・共有を行いながら市民参加や連携の取り組みを進める情報共有の視点などであります。こうした方針のもとに策定した基本構想に基づき、日々患者さんに接している現場の医療スタッフの意見の反映にも努めながら、これまで基本計画及び基本設計の取り組みを進めてきたところであります。これまでこうしたいろいろな意見をお聞きするとともに検討を重ねてきたものでありますので、ご理解を賜りたいと思います。以上。吉田幹人君。はい、新しい市民病院は市民の税金で作られるわけですから、市民による市民のための病院であるべきです。しかし、ご回答を伺うと、市民との対話をことごとく回避し、官主導で着々と建設が進められているように感じます。これでは新病院に対する市民の理解は得られないと思います。新病院の経営がうまくいかなくなったときも、納税者が自ら責任を取らざるを得ません。再度改めて公開の有識者会議を設け、広く市民の意見を聴取した上で、市民との合意形成を図る機会を設けていただくよう要望いたします。この医療問題に関する質問の最後に、朝日新聞の田辺勲氏が編んだドキュメント医療危機という著書からの引用を紹介させていただきます。日本の医師はあまりにも疲れています。人数が少なく仕事量が膨大で、しかもどんどん増えているからです。その一因は無限に要求を拡大する私たち患者側にもあります。また医療の複雑さ、難しさをほとんど理解していない行政や政治、そしてそれを許している私たち国民にも責任があったと言えるでしょう。再度になりますが、私から市民の医療現場で献身的に働いていらっしゃる医療関係者の方々に深く感謝を申し上げるとともに、心から熱いエールを送りたいと思います。